皆様こんにちは。今日は滝を見に来ました。ものすごい水煙です。群馬県みどり市にある草木湖ダム駐車場です。不動滝はこの近くにあります。まずは草木湖とダムをご覧ください。ダム湖100選に選ばれており、かねがね訪れてみたいと思っておりました。利根川水系渡良瀬川に建設された多目的ダムです。本日の目的地は群馬県みどり市、栃木県の県境にも近い場所です。結構山の中です。ダム堤長の長さは457メートルです。かなり大きなダムです。そして高さは140メートルあります。下からダムを眺めてみたいですね。ダムがよく見える場所に来ました。もう少し近づいてみます。放流しているところを見たかったです。これも放流設備の一つなのでしょうか。そろそろ滝を見に行きましょう。今回の主目的地である不動滝はダムの近くにありますので、早速行ってみましょう。滝が見えます。あれが不動滝でしょう。誰がつけたか、橋の名前は滝の上橋。納得です。バス停滝の上橋、バスできたらここで降りればいいですね。滝の音が聞こえてくると気がせきます。
かなり下までずんずんと降りてきました。すごい水しぶきです。キーウォッチングは楽しいです。メルちゃん、そこで待て。最後までご視聴ありがとうございました。